今回は水の中にある岩ですね、それと奥にある白い岩、この2点をですね狙っていきたいと思います。まずここからですね、最初は ND の1万というフィルターですね、 ND1 万を使って撮影をしていきます。まあ、ND 線というのがよくあるんですが、1万というのはですね15段階露出が変わりますのでかなり長時間になります。今回使っているカメラがですねフォーサーズというカメラなので、あまり絞りを絞って撮影ができないので、今回は ND1 万を使って撮影をしていきます。で、 ND1 万の作例はこの後ご説明をいたします。それともう一つはですね PL フィルターを使うということで撮影したものを見ていただきたいと思います。その前にグッズの紹介をしたいと思います。携帯できる長靴、これ日本野鳥の会が出している携帯の長靴なんですが、これはなかなかコンパクトになりまして軽いですし非常に使いやすいのでおすすめです。今妙な格好をして撮影をしていると思われると思うんですが、これちょうどですね光がレンズの中に入ってしまうので手で覆っています。まあ、このようにしてフードだけでは必ずしも足りるわけではないので、このような形で長時間露光、まあ露光が終わるまでこの形を維持するということですね。まあ、もちろん傘があれば傘で撮影する方がよりいいと思います。こちらが撮影した作品になりますね。ちょっとこちらの雲がブレてるのがわかると思いますね。あとこういう感じで、まあ、フラットに表現されるということですよね。で、この時に、露出なんですが、ちょっとデータを見ていただきたいと思いますね。40秒で絞り8で ISO800 にしております。10ミリですから35ミリ換算でいうと20ミリ、かなり広角ですね。で、撮影をしているんですけども、このちょっと色かぶりもありますよね。まあ、かなり高濃度なフィルターなのでしょうがないかなとは思うんですが、まあ、あとはフィルターの性能も若干あるかもしれませんけどね。まあ、ただこの部分のところ、このぐらいの感じであればですね、色調調整はできますので大丈夫だと思います。あとは問題は解像度ですね。このかなりの高濃度ですからどうかなということは感じると思うんですが、どうでしょうか。ここ手前からですね、この岩の感じですね、特に支障はないで、奥もきっちり合っているということですね。分割速光絞り優先で撮っております。露出補正もしてませんね。露出補正もしなくてもですね、この、まあ、今回 G9 というパナソニックのカメラですが、まあ、このカメラにおいてはですねオートで撮影することができるということですね。ただ注意をしていただきたいのは、フィルターの濃度が濃くなるとピントを検出できなくなってしまうので、今回のようなフィルター、高濃度のフィルターを使う場合にはですね、マニュアルで、ピントはあらかじめマニュアルで合わせておいた方がいいです。まあ、仕上げとすればこんな感じで仕上げる予定で撮ったものなので、イメージとすればこんな感じですね。まあ、やはり長時間露光はですね、モノクロの方が趣があっていいことの方が多いですね。それではもう一つ、PL フィルターについての解説もしてみたいと思います。同じ被写体を PL で撮った場合ですね。それではカメラのファインダーから覗いた状態で見ていただきたいと思います。まず、よく気になるのはやっぱり空ですよね。空と水面ということになります。空に濃度を合わせた場合とですね、水面に反射を取り除くということなんですが、この状態はですね一様ではないんですね。ですので、こう回転をさせながらですね、どちらかを主体に合わせるというようなことが多いと思います。それではですね、2枚の写真の効果を見ていただきたいと思うんですが、こちらがですね400分の1ということですね、シャッタースピードですね。で、もう1枚の方、こちらの方はですね500分の1になっております。これなぜ400分の1、500分の1なのかということなんですが、 PL で反射を取り除くことによって露出が少し変わるんですね。で、こちらの場合はですね水面の透過ですね、反射を取り除くことを中心に撮っております。ですので空はあまり青くはなっておりません。で、今度こちらの作品はですね、水面よりもどちらかというとこの空の方を中心にしているということですね。ただ見ていただいて分かるように、このようにですねこう濃度がなってますよね。これ変光ムラというのが出るんですね。
で青空を撮った時にどうしても偏光ムラというのが出るので、この辺りは仕上げる段階で調整が必要になってくるということになりますね。大きな違いちょっと比較で見ていただくと分かるんですが、このですね、ここの反射、ここの反射が取り除かれているということなんですね。でここの部分の反射はまあまあこちらも取り除けてるはいるんですけど、まあこの辺の反射が強いということですね。ただ今度こちらの濃度は、空の濃度はこういうふうになっているということになりますので、こういった場合にですね、何をチョイスとして選ぶかということなんですが、まあ、空の濃度のですね、この部分に関しては濃度を調整してですね、段階フィルターを持ってくればかなりいい線まで持ってこれるということになります。ただし反射の除去というのはですね、仕上げによって取り除くことができませんので、こういった場合の2枚写真を撮った時にどちらをチョイスするかといえばですね、やはりこちらをチョイスするべきだと思いますね。これ現場で判断するのはなかなか難しいので、まあ、余裕があればですね、両方撮っておくということになりますね。じゃあ余裕がないときどうするか、一発勝負であるというときもあると思います。そういった場合にはですね、水面の反射、この水の透過度を出すということによって効果が出る構図ですから、やはりこちらを選ぶべきということになりますね。まあ、こういったその状況に応じてですね、 PL フィルターの効果を使っていただきたいと思います。どうしても青空がすっきりしている方が綺麗に見えてしまうので、まあ、そういったことよりもこの場合には反射を除去する方がいいだろう。要するに作品の主題がどこにあるかによって、まあ、反射の除去の仕方もですね、考えていただいた方がいいということになりますね。それではこちらの写真を仕上げていきたいと思います。まあ、仕上げに際してはですね、傾きですよね、ちょっと傾いて見えるので、この傾きを修正して空の濃度を出してくるということがポイントになります。そして仕上げた作品はこちらということになりますね。こちらはですね、濃度を若干調整をしております。あとはハイライトマイナス14というのはここのハイライトですね。そして黒レベルを少し下げて、ここら辺の岩の質感をですね、強調していくということですね。それと段階フィルターが入っています。段階フィルターはですね、オーバーレイ表示させるとこういうこと、ここら辺に濃度を主に入れているということですね。マイナス 1.65 段階の濃度を乗せて今回の質感を出しているということですね。まあ、このようにして仕上げるとスッキリとした作品になると思います。まあ、この写真とですね、先ほどの空の強調したもの、その写真の比較で見ていただきたいと思います。まあ、こうして比較していただくと分かると思うんですが、左が PL フィルターで空の濃度を出した方、右が仕上げによって空の濃度を出した方ということになります。まあ、全体の調子も少し変えてますので全く同じではないんですが、まあ、仕上げによってですね、空の濃度は右の写真の方が変えて出てきているということになりますよね。このような効果の違いが生まれてきますので、やはり仕上げを含めてですね、撮影をしていくという感覚を持っていただくといいと思います。まあ、このように作品の効果、まあ、狙う被写体、被写体と作品の効果、フィルターワークですね、 PL フィルターを使う、もしくは高濃度フィルターを使って長時間ロゴにするというようなチョイスがあると思います。まあ、以上、撮影のイメージによってですね、PL フィルター、もしくは ND、高濃度の ND フィルター、これを使ってですね、表現をすると、ストレートで撮るのとまた違った世界観が表現できますので、ぜひとも挑戦していただければと思います。まあ、何度もこの PL フィルター、そして高濃度のフィルターに関しては動画を上げてますので、そちらの方も合わせてご覧いただいて、この2種類のフィルター、の特徴をつかんでおいて、撮影に生かしていただければと思います。